つけるぞって脅したトロデのプロの仕事だ。ひどいことくらい言ったじゃん。いや、そういうことはしたくない。しかしこのままじゃやばいことになるぞ。大事なものは身につけてるから大丈夫だよ。じゃなくてお前が危険だって言ってるんだよ。土曜日の夜、江島さんは安田さんの住所の近くにいたことになります。しかも2人は